こんにちは。今回ですね、ロシアシュークリームをね、やっていきたいと思います。このシュークリームです。この中にね、からしをね、ちょっとぶっ込んで、でそれをその普通のシュークリームと混ぜて、そんで目をつぶって取って食って、でどうなるかみたいなね、もう俺全然わからないで、まあシュークリームかからしかみたいな、やっていこうと思います。ということでね、これちょっとからしをね、こうからしをちょっとここにぶっ込んで入れていきたいと思います。まあこのようにですね、シュークリームをまず設置して、この中にはからしがあるんですけど、これを俺目つぶって回します。でもどこにあるかわからない状態にして、じゃあじゃあまずですね、これ一発目いきます。一発目。うん、うまい。二発目いきます。うまい。三発目いきます。三発目。どこ、あ、ちょっと待って、転げ落ちてる。うまい。最後2択ですね。もうこれはもう回して、でも完全に分からない状態にして、で、こっち行きます。こっち行きますね。 3, 2, 1。 セーフ。はい、ということで今回ですね、このシュークリームがですね、からし入りだったみたいですね。もう本当に良かったです。昔から辛いのが苦手なんで、もう食べてたらものすごい顔になってたとこだったんですね。もう本当危なかったです。でもリアクションもでかいから、僕もうとんでもないリアクション取ってたと思うんですよ。もう取るとこでした。本当にリアクション取るとこでした。危なかったです、本当に。でもうえーとかなるタイプなんですよ、僕。だからもう閲覧注意になるとこでした。本当に良かったです。だからもう結局普通のですね、シュークリームを食べるだけでなんとか終わることができました。本当に良かったです。大成功ということで、よりひとでした。ありがとうございました。